こんばんは。こんばんは。この服で寝ます。あ、いかんいかんいかん。ソーシャルウィンドウが、これなんか監督椅子みたいな布製の椅子に座ってます。こんばんは。ちょっとここですね、ロゴハウスと2階で、ちょっと下よりも少し暑いんで、扇風機を回してます。私のために扇風機を回しております。寝袋、危なかった危なかった。社会の窓で、エマニュエル夫人のつもり、難しいな。よいしょ、スペシャルウィンドウ、やった。支配者の子、そう、デスラー様ので、お食事ですね。じゃあまずお食事です。お食事ですかね。今日の夕食は、ここはログハウスです。はい、今日の夕食、キャラ設定あ、来た来た来た。これホタテ貝の殻の上で焼く味噌貝焼きっていう料理で、味噌貝焼き定食870円だったかな、900円弱ぐらいの定食です。郷土料理だけど1000円しなかった。味噌煮込み丼なんですけど、これですね、まあエビとかホタテとかを味噌味で煮て、で最後に黄身を潰して混ぜるような感じなんですけど、もう一個と美味しかったんですけど、それよりも連れてきてくれたオーナーさんが食ってた630円の唐揚げ定食がすんげえ気になりました。この分量、味付けは濃い、いやそんな濃くなかったですね。これがとても気になりました。あ、2人で食べました。唐揚げどこでも、まあそうだけども、オーナーさんの、あ、そっちの方が寝たい なったかなとか言ったら、じゃあ取りますかって言って、いや取りますけども。で、あとはですね、あとはなんだっけ、ムツグランドホテルっていう高台の上に高飛車に立っているホテルの500円の風呂に入ってきました。そこに連れてってもらって、で自分で入って、でまた迎えに来てもらうっていうパターンで、そう、ここでも小祝い、一体全国どんだけ小祝いなんだ。高飛車にお仕事辞めておりません。流しっこはしてないし、オーナーさんは今日は銭湯には入ってないですね。あ、銭湯というかホテル風呂。あとは何か写真で見せるものあった。放送でうまく映らなかったやつ、こいつ。今日は恐山からの下りの時に見たこいつ。これゴム立体ですかね、それとも金属立体ですかね。ナンバーついてないんで、あ、どういう状況なのか。そうですね、じゃあそっちから行きますか。雪かきが、あ、あれか、赤いシャベルか、スコップか。雪上車。じゃあ今私がどういう状況かを、顔も見せられますよ。ちょっと待ってください。よっと。この時間、そうですね、ちょっと今日、いろいろ明日の準備とかしてて忙しかったので、よっ、ゴム必須。はい。ん？こうか。これで、鏡越しなんで、口んとこしか光が当たってない。いい部屋映ってますか？うん、今回北海道には行かないです。こういう部屋です。ログハウスの2階です。ハイジの部屋。
この右側のとこだけ天井頭当たりそうですけどね。ドイツ人はもう函館に渡ってると思いますよ。うん、今日は私だけでした。ベッド3つあります。待ってて、もう咲いて、すいません。窓、いや、あれは網戸になってます。ん、最後逆に、あ、さっきの鏡ですね。ご主人サイクリストじゃないみたいです。昔バイクに乗ってたって言ってましたね。で、この状態です。そう、ベッド使い放題。ん、タオル、あ、タオル。ん、何を詳しく見せてください。どれだ、コメントどこに流れた。何を見せてくださいって、ノッチの部分。ノッチ、ノッチって何ですか。ノッチ、ノッチって言うと結び目っていう意味じゃないですかね。ノット。ちなみにタオルはこれですね。これでおいくら。ですね、実はあの私が見た情報は古くて、一泊朝食で5000円でした。まあ、あの民宿の素泊まりよりちょっと安いぐらいですかね。そんでもってこのログハウスの2階を独り占め、まあいつも独り占めできるとは限らないですけど、こんなの。これが1、2、3、4日前泊まったとこですね。ハブ、ハブの後、ハブ組んであるところ、え、あ、これ、ここのとこですか。専門家の方ですか。エアコンは今ついてないですね。ちょっと暑いんで扇風機かけてます。うん、オーナーさんが自分で建てたらしいです。建築やってるそうで、40代から建築始めたって言われてましたね。そう、青森なのに、あの今こっちの方は異常な暑さなんだそうです。私はまだ耐えられるけどな。趣味の建築、そうそう。ん？ホタテの貝、いや、なんだろう、ホタテがなんで今日なかったのかよくわかんないです。スピーカー、あ、スピーカーですね。今から、そう、今から建築始めれば大ブレイク。あと、こっちにあの、キノコ、バクシャやって、あの、キノコ型のライトがあるんですけど、ライトの根っこは今こうなっているので使えません。あ、そうそう、あのスピーカーが死んでると坊主が死んでるぞって言って大変なことになるっていう。あ、クラスター、そうですよね。朝方確かに涼しいんですよね。朝方寝袋やけど夜は寝袋あったら眠れない。それ残から鎖というわけで、あ、こわ。で、今日は、あ、明日どう行くかっていう話は、もう、ルートラボにルート上げてるんですけどね。うん、明日はキャンプの予定で、シリア崎に行って南下するんですけど、道の駅横浜っていうところまで行こうとすると100キロ超えるんですよね。まあ、夜着くからいいとしても、横浜町っていうところは、あ、そう、どこかっていうのは、ん？テントン？明日も8時半。うん、そうですね。早くて8時半かな。ん？一名利用。あ、一名利用でもそうです。で、100キロだと、私だといつまでかかるかな。よっと。明日は、ちょっと待ってください。何か刺すもの。よっと。これでやろう。ナマコが有名。そうそう、確か横浜ナマコ祭りがあるらしいですね。ん？全部配信？いや、全部は無理でしょ。平日だし。今ここですよね。ここ。で、ここから下はこう行って、こう行って、ここはシリア崎。で、そこからこう戻って、この辺りのさ、なんか、砂丘あるらしいんですよ。下北砂丘っていう。で、細いとこに行ったら峠200メートルのやつを越えて、あ、20畳。あー、たった、この辺り。この辺りに道の駅横浜があります。ダートは多分ここはないと思いますけどね。あ、下北砂丘。確かに、すごい、地図上ですごいですよね。
うん、こっち行きます。他になんか行くとこありますかね。道の駅はここにあるんですけど、あ、ちなみにこれはこれですけどね、うん、収穫され欠かせない、糸トンボ、小林製薬の方だったかな、これは緑色のやつです。緑色の糸ようじ使い始めてしまうともう逃げられないですね。糸ようじ使わないともう口の中がゴミだらけな気になってしまって、もうすっかり、あー、6カ所か、6カ所に行ってしまうとこっちの方何にもないんですよ。宿に泊まるんだったらあるかもしれないけど、風呂がまず全然ない。風呂入れるとこどこにもないです。ただこの明日私が予定ルートで目指している横浜町も風呂見つからないんですよ。どなたか横浜町お住まいの方、あのお風呂情報ありませんか。モノマネ、モノマネ、なんだこの野郎。うん、海恐れ山今日行ってきましたよ。恐れ山電波良かったです。沼に横浜町っていうのがあるんですよ。下北半島の首のところに。うん、風呂の方いらっしゃいませんか。あ、浅虫温泉、浅虫温泉はあさってかなの方に行くかな。ん、三者交互年齢、え、どこで、え、どこで年齢バレた、秘密にしてなかったのに、どこでバレた、民宿、うん、道の駅、多分そうですね。あ、網戸あります、扇風機です。あ、横浜温泉、ありがとうございます。調べてみます。トラックステーション、あー、なるほど、あの100円に2分とかそんなやつですね。シリアどうしても、うーん、行っておきたいのは行っておきたいですね。秘密にしてなかったのに。あ、スカユーはどこでしたっけ。そのあたりも調べてないですね。とりあえずあの端っこの方を押さえていこうという考えしかないです。 JR 6つ横浜駅の近くに横浜温泉、ありがとうございます。調べてみます。うん、八甲田、ああ、そっちの行けないな、今回間に合わないな。あと明後日から天気悪いんですよ確か。八甲田山、ああ、確かにあの水曜どうでしょうで、八甲田山のあの霧の中で、車のライト消してやめろよとか藤村くんが言ってた時ですね。天気は明日大丈夫らしいです。自分で調べてないけど。お知らせ間に合わない。いつから、まだあれ網戸です。いつから来ない、ん、前の土曜から。雨の時の自転車乗りはですね、防御完全に固めて配信とか何もかも諦めてしまえばかなり快適。いや、快適とは言えないけど、案外平気でいけますね。被害としては、靴カバーしてるけども、どうしても靴の中濡れますね。でもそんだけ。あとは体の方は今の気温だったらまあ多少濡れても大丈夫。あ、実は眠いんですよ。なのでこの枠フルでやろうとは実は思ってません。早めに寝て明日早く起きて準備して7時半に朝ごはん食べて、それが終わったらもうすぐに荷物取り付けて出られるようにしたいと毎回思っているが、そうはならない。ただもう今日遅いので、ちょっと残り15分ですけど、ここでやめちゃってもいいですか。あと明日どうタイミングで配信するかも考えます。フルでやったらまた電池足りなくなるんで、うん、なんか景色がいいとことか電波がありそうなとこだけに絞ってやろうかなと思います。 GoPro はずっと撮っとこうかと思うんですけどね。じゃあすいませんけども今日は早めに寝ますので、あ、これ配信だとして、こっちでこうして、じゃあありがとうございました。コンセントはたっぷり使わさせてもらってます。じゃあお疲れ様です。おやすみなさい。